何者かが世界を完璧に支配してるっていうのは非常に面白い考え方なんだけど、それを実現してる人は多分一人もいない。かのお釈迦様ですら36歳の時に お悟りを開かれましたですね。で死ぬまで自分を向上させていって、最後はその腸の病気でお亡くなりになったんですね。あのお釈迦様ですら自分の健康を完璧にコントロールすることはできなかった。これから私たちね、世界は感情という物質でできたというふうに、見方をですね少し変えていく必要があるんじゃないかなと。今まで、世界というものは多分知性のようなものが働いてできていると。例えば世界史一つ見ても、あるいは日本史一つ見ても、その明智光秀が例えばですよ、まあ、織田信長を裏切ったということになってますが、じゃあなぜ裏切ったんだろうというふうに、歴史に詳しい方はですね極めて合理的に推理するんですよ、つまり何かのバックアップがあったに違いないと。そしてよく言われるのは、例えば本能寺の変で経済的に誰が得したかを考えれば、その人が黒幕であり犯人だろうと。その根底に世界は知性でできている違いないと、こういうふうに考えるとですね、あとこの新型コロナもそうなんですけど、何かの意図があって起きていると、あるいは誰かが起こしている、そしてその起こしている張本人はそれによって何らかの経済的な利益を得る。昔経済学の本をちらっと読んだことがあるんですけども、人間というのはですね経済合理的に考える動物であるなんていうところから始まってるんですね。これもやっぱりこっちの価値観だと。だから絶対意図があるだろうと、絶対利益を得る人がいると。この見方が果たして正しいかどうかということに揺さぶりがかかり始めたのが相対性理論とか、量子力学とかそういうものでありまして、絶対的なものの見方っていうのは実はないんだと。それから物事をどんどん電子顕微鏡をですね細かく見ていくと、普通だとこっちに行く物体が突然方向転換することがある。こういう意図を持って動いてたのに突然全く予測もつかない方向に行くと、結構不合理で、動いておるんじゃないかと。不合理というか、この情緒といいますか感情といいますか、こういうもので動いてる。で、通常知識人はこういうふうに言うと、まあそういう世界観はつまらんというふうに見がちなんです。どうですかというと、こういうものは予測につながらない、予測につながらない学問ってあんまり価値がないと思っちゃうんですね。結局人体一つとっても、常に合理的に動くとは限らない。時々不合理な行動を起こすと。結局のところ物や人に頼るんではなくて、自分で幸福という感情を作ることができたら、これは全部手に入れることができると。で、脳はまだですね、この自分が幸福という感情を作れるっていうことに気がついてないんだろうと思う、私たちはね。なので他人から奪おうとするんですよ、他人から。だからいつの時代も問題はこの不幸感なんですね、感情なんですよ。先ほど言った世界は感情という物質でできている。だからとっても重要なのはこの感情なんです。いくら豪邸に住んでても不幸という感情が湧いてきたらそれは幸福ではないんです。だからメンツを買うにしても豪邸を買うにしても何を買ってるかというと感情を買ってるわけです。その自分を信じることができてないんです。自分でこの喜びの感情を作ることができるって気がついてない。国づくりの前に国を管理したり導く前に脳を管理し導くべきです。一人一人の脳の中に喜びが湧くように仕向けるべきなんです。だから知性はもう AI が完全に肩代わりしてくれます。だから私たちは知性を追求する必要はもうないんですよ。知性じゃなくてこの感情をどうやって喜びの感情を作っていくかという、これがホモサピエンスに与えられた大きな課題なんですよ、きっと。まあそういうことによってですね、こう免疫一つとっても、まあ極論を言えばですね、
喜びの感情が湧き上がると免疫は活性化するはずなんですよ。そうするとそういうその感情のエネルギーが新たな克服法とか新たな文明をまあ作るんではなかろうかと。私はあの仏教というのは世界は感情でできているというふうに説かれたんではなかろうかと。もちろんあの何万眼というお経がありますので、これ一言でその語り尽くせるもんじゃないというふうに専門家の方はおっしゃるかもしれないんだけど、おそらくあの聡明なお釈迦様はですね、この世界というのは感情でできてんだよというふうにおっしゃったんじゃないかなと。もう感情の根源にあるのはですね価値観なんですよ。価値観ってどういうことかというと、それは神に対しての考え方なんです。例えば旧約聖書を読みますと、これはっきり神は人を裁くって書いてあるんです。でも最近の信仰というのは神は人を愛する、まあイエス・キリストもこんなことを言ってます。イエス・キリストはですね、おそらく神は人を愛するということを主張して十字架にかかったと。これ多分ね、未だにこの価値観は闘争というか、このうまく結合してないんだろうと思います。果たして神は人を裁くのか、あるいは神は人を愛するのか。なのでこの2つがですね融合していく、もし融合していくとすればどうなるかというと、これ私はあの日本の神話に近づいていくんじゃないかと。この日本の神様っていうのはですね、威厳のある神様もいらっしゃいますが、実は失敗だらけのエピソードっていうのも結構あるんです。なので、人を裁くところではなくて自分自身も失敗しておると、日本で言いますとイザナギとイザナミという方がいらっしゃってですね、そしてゆくゆくはあのイザナミがですね国づくりを手伝いますと言いながら死んでしまうと。イザナミがですね1日に1000人人を殺すと言ったら、イザナギはですね、じゃあ私はあの1日に1500人、作りますよと。まあこれ聞いてですね、イザナギはあのやっぱり国づくりに熱心な方かなとこう思っておったんですけども、私興味を持ったのはこのじゃあ1日に1500人子供が生まれた時代っていつかなと、まあ思ってですね、まあ調べてみたんです。そしたらちょうどね明治5年頃なんですよね、明治5年頃のその年間出生数を365で割ると、まあほぼほぼ1日の出生数が1500ということになってですね、この日本の神話って多分予言書かなと。日本がだんだん国力をつけていく時代なんですよね、この明治5年というあたり、殖産興業といったですね、まあ、そういうことでこの日本は当初ですねイザナギとかですねイザナミに導かれてこの国づくりをやっていった。特にイザナギの影響力が、まあ、あのおそらく明治になって非常に強くなったんですよね。でそれはおそらく日本でいうイザナギ景気という時代があったんですけども、そのあたりまでイザナギのパワーっていうのがですね、この日本に浸透していったんではないかと思います。ただイザナギイザナミっていうのはね、あくまで経済を中心とした社会の基礎作りでこの活躍する神様なんですよね。なので果実ですね、じゃあ今からどんな日本の神様を信じたらいいんだろうと思ったんですけれども、かの明治天皇陛下もですね、この天皇陛下になられる時に最初は後醍醐天皇ですねイメージされたらしいんですけれども、いかにも短命に終わってますので、側近の助言もあって神武天皇をですねモデルにしてなさったと。そしてまあ結果ですね、人口を見てもイザナギのパワーというのが出てきてですね、結構高度経済成長が、まあ、始まっていくわけです。まあそんなことを考えると、今からの時代にふさわしい日本の神様って何だろうって考えると、私はもうちょっと遡って、全く新しいものが日本から生まれるんではなかろうかと、いうふうに考えますと、雨の水上主っていうのがですね、まあ、私の中では重要なんではなかろうかなと、まあこの私たちが今からですね、この行き詰まったように見える時代から何が起きるかというと、これはそろそろ人間がですね自分の本当の願いにね、目覚めて生きていくという、まあ、こういう時代が始まるんじゃなかろうかと、
でその時は自分の中から溢れてくるこの特に感情を作る能力が今から出てくるんだろうと、新しい時代の新しい人間というのは、感情を自ら作ることができる、喜びの感情を自ら作ることができた人間を中心に新しい産業、新しい文明、新しいテレパシー、新しいひらめき、新しい職種、そういったものがですね、できるんじゃないか。